平林とは、日本のマナー講師、エレガントマナースクール代表取締役社長である、鳥取県八津群若狭町出身、兵庫県神戸市在住。高校卒業後、兵庫県の信用金庫に勤務する傍ら、茶道着付、稼働などの教室に通う。その経験から、独自のマナー講習、接遇を編み出し、27歳の時に、 経営者兼講師としてエレガントマナースクールを開業。このマナースクールが評判になり、病院、銀行、自動車販売店など数多くの研修を担当した。幼い頃に母親と死別、父親が遊び歩いてばかりでほとんど家に帰らなかったため、高校卒業までおじ夫婦のもとで育つ。周りの友人が着ているような服も着ることが、 できなかったほど家庭に金銭がなく、金銭感覚の無差はその反動かもとも話している。そのため子供ながらに嫌われないように頑張らなきゃと笑顔でいることを心がけたことが、節遇を極めるきっかけになったという。平林は、本当は大学に行きたかったが、おじ夫婦に言い出すことはできず、自分より成績の悪い同級生が大学へ進学していくのを見て、 とても悔しい思いをしたと語っている。家庭では、娘が一人いる。その父親である男性とは別居の後に離婚したと2010年3月放送会の踊る、三ゴ五天、出演時に告白した。その時期については、つい最近と述べたのみで、はっきりとは言及しなかった。若かりし、頃は男性に好かれていたそうで、アッシー君メッシー君 三つぐくんを抱え、複数の男性と同時に交際していた。このエピソードを踊る、三魔五天、出演時に披露したところ番組司会の赤カシ三魔にマナー講師がマナー違反をしてたと皮肉られた。その立場上テレビなどでマナーに厳しいご意見番として露出している一方、車 1000万円はしたと思うけど、ハンドバッグには常に150万円は入っていますと、金銭上の方言には寛容である。アニメ、漫画の愛好家は、頭が良くないという偏見を持っており、2014年9月に、ビート、たけしの TV タックルに出演した際、艦隊、コレクションについて、熱く語るオタクに対して、そんな暇があったら、勉強しろ、と発言している。 なお、当該人物は、早稲田大学生であった。ありがとうございます。